はい、次は素手技と素手技でその場から、これはもうそれを前提にしてこの間片手連続技を教えた。片手連続技というのはその場からということを前提にしている。だからこの間片手連続技、それから両手同時技、両手足同時連続技、全部その場からということを前提にしているが、もう一回その場からという話をする。その場から言うから、その場から、そこからという、先生がついてる、ちょっとこうやってやったらあかんねんけど、これ、はい、これなんや、余分のことして、せっかくこうして、その場からやったら、ここからこうしたら、その場から、はい、これでもこうしとって、こうしたらその場から、ということで、原則その場から、まあもうちょっと似たもんで、似ていないもんに小さくやるのも入っておる、ちょっとその場からというのをいくつか紹介する。はい、これこうするな、これその場から、はい、これをな、はい、もうこうしてこうしたらあかんねん、こっからこうしたらその場からやる。でこれも片手連続技やけど、いっとはい、これこだこれいってな、これ何やろか、はい、さあ、これだいちょっと何やろで、これ当てたらいちゃうから、今のあれでちょっと大きくしたら崩しになる。ただし崩しになるとき、手で押したりか、体で言うのは、怪我せんようにやると痛くないからな。はい、ほう、ほわーってやったらこれ、体で押していった。ほな、あっち、動いちゃうな。それも、その場から。はい。また別に、はい、ゆっくり。これもそのまま、まずはい、これそのまま、そのまま、という、はい、これも来たらはい、わかる、とこれとね、そのまま、そういう風なのがたくさんある、はい、また、す、す、これもそのまま。こっからシュッと、こっからシュッと、これそのまま、はい、ちょっと早く、ほう、ほう、とそのまま。大体その場から言うのは、モーションがないから、余分の距離を使わない。小さい、速い、両手ではない。両手もその場からやったんだけど、その場からいろいろ考える。はい。これ従来の受け方やな。はい。これ従来の受け方。これもその場から。はい。これで、その場からこうして、その場からこうして。はい。早く。はい。うわっと、その場から。な。これもそのから、たくさんある、はい、こうして、これもそのから、
変えたいな、うん、トライとかね、なんかこういうふうなやつが何でもその場だ。今なんか中心に片手でばっかしやったけど、両手同時連続技なんかでもその場からいうのが入っている。はい、これもそのままあったか入ってみ、ボーボーボーと、これでゆっくり、これそのままから、これもこれもこっから、あとこれもそのままから、そういうふうに何でもそのままから、その場から、いいですか、その場からいうのは一つモーションがない、ね、はい、こうしてちょっとでもこう引いたらモーション、こうちょっと引いてこうしたらもうモーションがある。だからまあ片手連続技でも両手同時技でもどっちでもいいけど、その場からになる、その場からで、例えばちょっと椅子あるかな、こんなんだよ、そんなことやったらいかんよ、やったらいかんよ、こうやって座ってるな、争わんといかんようになった場合、おい、なんやる場合とかやってやったら、もう僕らから言うと座る、その場からではない、な、これ僕やったらこうやってやる方なんかもうこういう行きゃいない、あるいは行きゃいないな、これこっからな、その場から、そんなんでもその場から決して立ち上がって、まあおじいしてせいぜいどうぞどうやるぞって言ってやるのもいいけどな、これ向こうで子供が大変な状態で起きるようなお前やめやでこうやってやっとったら遅い、もう始めたら止めるために攻撃態勢に入らない、やっぱりその場からというか、あ、いろいろ立っとっても立っとってもこう、こっちから立って始まったらこうなるな、な、この手がこの手が外れてこっちが押さえに行くし、な、この手がこんなこういうわーこれもその場から、ね、これで、あの、よう、こんにちは、言ったその場から、これね。で、何でも、刺しとった。ん？危ない。と思ったら、パッと押さえる。その場から。な、それを、こんな近くにおめる。刀の水を押えたら、普通は左手が向いてないから右手を押さえて、ね、ただちょっと押さえたらもう、もうそのままから押さえた、向こうはここからダーッと切るかもかと、ちょっと押さえたら、そういうふうにその場からっていうのはたくさん、あのその場から向かいようと やる場合だけやじゃない、だからあのその場からいうのもよく理解して、でみんなたくさんのところで取り入れられている、はいはい、こう行く、
富が深い。これ、こう、こうやってその場から押さえるとつくこれ、やっぱりその場からその場からということを覚えてほしい。これ、素手だけじゃなしに獲物を見てもちょっと刀を持ってきてください。僕の長いものはこれ。これね、これ家へ帰って、あとスローモーで。スローで見といてどないなとか、はい、この間のこれ僕がハローでババと君が払われて僕の目を見ちゃったで、あれをよく見てまず僕こうして払いこっち元に戻っている本当に戻っている払いっぱなしじゃないな。こうしたらポンとこう戻っている。それ見てほしい。払うたら払いっぱなし、あかん。まあ、それもあるんよ、実は。実はあんねんね、あの時の話ではね。はい、ちょっと持ってきて。はい、朝の感覚は朝の2時間目に持ちます。これにアテンボです。払いっぱなしやけど払った後元へ戻ったのを見て、はい、元へ戻ったので次これがどないなとか見といて、いかん元へ戻ったやつが何しようかと思って、よくやったね。あ、こうした。こうした。あれ、あるところかというのがこれ。はい。春から中心線に戻れる。振り返るんだよ。ところが。君、何しようとか言うと、な、この間あれ見て、払われ、はい、まずゆっくりやるよ、払われる、それから振りかぶって、そんな小さい振りかぶって、目を向ける、向かうよ、大きな方向から、それから振りかぶって、いやいや、そんな大きい振りかぶってない。小さい振りかぶって払われたら小さい振りかぶって目を見てる。それをやってみて、これパマーっていかない振りかぶと、そうでもう一回こう振りかぶと、もうちょっともうちょっと。それでもいいし、こう払われるんだったら、こう行くだろう。もう一回目を打つ方法あるけれど、もう一回、もうちょっと下に狙う方法だから、これこうするやろ。こう。ほら、これスーッと入れて、こういう、何が無理じゃないですか。ところが、君の場合、はい、
もう一回振り返ってみて。わかるか。こうしてみて。払われたら、もう一回振り返って面を振って。この間やってみてみ。スローで。まあ普通のスピードでも見える。だからこれから言わせる。今あるところからっていうね。だから入りましたし。だから、そうってやつ。向こう来たの。こうで。ゆっくりやると。これ。そういうことを。やらないと。で、もう一つ言うよ。はい、打ってるから。君の頭より高い。今の面って。で、君の頭より低かった。これを打ってる。はい。もう頭を打ちつつ。だから、これは中心線を守るために、息を変えることは必要や。けどその後で振り返ったらその状態かい。何でもいい。はい。打ってくる。そう。ハルバーと中心線戻ったらつく。あ、はい。はい。ハルバーと中心線戻る。で高いとかやったら、はい、高くやったら、そう、ね、改めて、点を振りかぶったら、押し。あるところから行く。はい。あるところから行く。だから、これでも、はい。点はあんまり、崩しにもない。けど、何になったなんかでは、剣を崩す。これ、何になったの中心線がなくなる、中央線がなくなるから、よくないんだけど、はい、と、はい、ほら、はい、と、こういう技もある。で、これだけ実験したの。バン。崩れる。だから崩す方法が今言うて。今言うて。崩す方法が。で、崩したら、振りかぶったら、うまく。もう話しない。な、中央線、僕はなくなる。君は持つの。そこから。あるところから行く。そのあるところから行くいうことが分かっちゃった。崩されてからもまだ技がある。けど、崩されてそれが分かっていなかったら技がない。だから、そう、で、おう、わい！これで。崩れてくる。テーマ。そこに持っていた力入れる。で、今のでも、なんで早いかというと、はい、これで、うわーっと持ってくる、そのまま、うわーっと持ってくる、しっかりくる。だから、はい。それが分かっとったら、崩されて、足切れ。崩されたら足切れない。そっから来ねえ、うん、けど普通は崩されたらいつも言うと急にやられたよ。今は崩される足切れって教えてもらうとか、あ、崩された足切ったらいいできる。
そこから切れって言われたらできる。けどそれはできたうちに入らない。自分で考えたやつではない。考えずに急にできるやつではない。だからそれはできても、俺はわざとは認めない。明日切ってきた方が崩してくる日どういうとった。お前足切ったらいいな。教えてもらって明日試合する。どっちが勝つか分からん。それ、だから、何らかにも似たような技がある。だから今今日言うて、受けをちょっと大きくしたら崩しになる。だから、これ左に巻いて、おーそれが、剣の崩しだ。だからもうこれ、ゆっくりやったら、これ、はい、こういうことのこともあるんですよ。うわーって、それを数少ない、数が少ない素手より剣の崩しを洗って、うわっと力が出るのがないな。だから余計引くんだ。肩もちょっと持っていかれるような感じになる。余計力が入る。だからこれちょっと斜めに行って、はい、うん、これやったら裏からやったらちょっと斜めに行ってこう。それを例えば崩しは、で素手と剣の場合、僕が素手やったらこれ崩し技なんてたくさんあるんだけど、剣と剣との崩し技は少ないけどあるよ、いくつか。つば出るなんてもさ、バーッと出し込んでもこう踏んだらもう崩し技で、もう崩し技ん、なんかしどういうふうに、ちょっと崩し技の話じゃないけれど、あるところから行くのを忘れるな。そういったら嫌でもありやろ。あんまり剣道では高級コースないな。高級コースないな。あ、これでも同期ねえと、こうしといて同期。目を振りかぶって動機よ。水平道でもこうしてこう切る。けど嫌なのか、こう切っといてこう切る。なのでもいいね。なのでも。だからこんなのも入る。これ崩し技やと崩し技やと、崩し技やとでもないかもある。例えば、こうやってポンッ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 ポンやる。剣道では全部反則だ。けど僕らは構えないように注意だから。な？だから素手でも入る。素手でもこんなことされたら困る。だから素手でも。これこれこれね。うん、あるところから起きる。そういうふうに
あるところから切ることが広めたい。権力。権力もあるところから切る。ただし、剣道ではそういうことは欲しい。あるところから切れる。現実現実でもそういうのもあるんですよね。あるところから切れる。剣のあるところから切れる。だからあれ違うじゃん。こう切ってこうなんか。あのこう切ってこう切ってとかね。こう切ってこう切ってとかね。あの当たり前。だから。トイレ行ってきます。うん。